はい、皆さんこんにちは。学びを止めるようなプロジェクトデジタルテクノロジーを活用して、いつでもどこでも誰でも学べる環境を作るを目的に情報発信をしております。え、デジタル佐藤でございます。前回に引き続き ntt コムの稲田さんをお招きいたしました。はい、しし皆さんよろしくお願いします。はい。 えっと前回は、ねあのー、マ学びポケットの,、はい、その無償提供の、ねはい、概要を教えていただきましたけれどもちょっと,、えー、と聞いたところによって稲田さんはんブログを使って情報発信をしているということでやってるんですか。そうでですすねちょっと年末ぐららいからですけど、うん ちょうどあのギガスクールってル、はい、学校に1人1台が入ってくるというところなので私自身の知識も含めてどんどんこう広めていってより良いサービスにしていかなきゃいけないと思ったので、うんはい、そういうい発信を始めてみました複雑で、ねはい、まだまだわからないことでたくさんありますもんね。はいはい、それを分かりやすく こんなような絵でやってますか。あ、そうですね。筆書きで描いてます、ね。これ皆さん描いてる。描いてる、ね、あ、なるほど。はい、どどんな内容を書いてます？あ,あの一つはここに今出てるのは、うん、あの私も通信会社 NTT なので、うんはい、通信会社なので通信の状況とかで、ギガスクールどういうところが問題になってくるのかとその解決方法みたいなものも少し簡単に解説なんかもしておりました。うんうんうん、これはどんな内容？ これあの、ギガスクールになってくると、えっと、一人一台の環境なので。通信環境非常に、通信の量が非常に増えてくるはず。たしかに。どこかで詰まってしまったら、やっぱり通信使えないと。おかしいならないと。学校のインターネットは、あれだけお金かけてるのに。なんか、繋がらないですよね。あ、そうですね。繋がらなかったり、遅かったり、と遅れたりとか、する。なんでなんでですか?。あの、一つ、大きくあるのは、例えば、無線 lan が繋がらないみたいな議論があれば。 皆さんが見えてない部分で言うと、もっとインターネットの近いところ奥ですね、上ていうか、学校の外のところのネットワークが詰まってたりとか、そんなこともあり得るかなと思っていじゃあ、でも、どこが詰まってるか分かんないそうですね、ここをちょっと一回、私のほうで説明したのは、ローカルブレイクアウトって、あまり聞きづらいローカルブレイクアウトローカルなので、学校のことをローカル拠点のことを指していて、ブレイクアウトというのが、インターネットへのアクセスのことを指していうことですね。 拠点からインターネットアクセスをするような学校からインターネットアクセスするようなものですね、具体的にちょっと書いてる中でいうと、すみません、ちょっとふざけた猫が入っちゃってますけど、学校の中でいうと、今、現状の課題になるかなと思いますけど、学校から、これが下がここに書いてあるのが学校の部分ですが、学校から VPN、兵役部もバーチャルプライベートネットワークですね。 ここに集まってくるところで回線が集約していく形なのでここでまた1つ、遅くなる、詰ま,詰まっちゃう要素ですね、うんで、さらにその VPN からデータセンターだったり庁舎だったりって、多分サーバー環境を教育委員会の方々がお持ちだと思うので、うんうん、そこもまた集約していくところがあるので、ここもまた詰まっちゃうポイント、はい、要は、ここは回線の太さとかにも影響しますよね。はいはい ここはあのたくさんの学校からのアクセスが集中してしまうと、はいはい、VPN に入れな,な入れなくなってしまうさら、うん、にそのセンターからまたインターネットに出ていく形になっているので、うん、ここも集約している部分なのでこの3点大きくここがボトルネックになる可能性があると、はい、いう分析、はいうはい、どうして稲田さん今こう学校ってこういう VPN を入れたりデータセンターを入れたり 複雑な構成になってるんですかあの現状もともと国も含めてデータをこう集約してインターネットに出て安全性を担保しよう,ってう、うん、要はセキュリティを担保するためにう、ね、こういう複雑な構成にしてるわけですよねでも稲田さんこれいらないんですかこのセキュリティ セキュリティ自体はいろんな方法で多分解決できると思っています。うん、なのでちょっと私たちの、私のほうで解説したのは、こんな形で書かせていただいてますが、ビフォー,アフ,ター、ね、アフターの方ですね。うん、これがローカルブレイクアウトした場合の方法の話ですね。で、普通のインターネット、青っぽくちょっと色になっている部分ですね。はい、これが普通の学習するためのシステムに関しては、うん、学校から直接出ていくような。 あり方にすると先ほどの集約して遅くなってしまうみたいな問題が解決できるんじゃないかなと思っていますもう少し具体的に言うとここの集約点、今まではここの丸、またさらにインターネットに出ていくところで、すべてそれぞれ集約してボトルネックになって遅くなってしまうという話があったんですけど、それぞれ学校から直接インターネットに出ていけば家庭と一緒だよね家から直接プロバイダー通してインターネットに入ると一緒だよね。 でも VPN だとかいわゆるセキュリティを担保するようなものを。 外しちゃってるけど、大丈夫なんですか、セキュリティは。こやり方がいくつかあって、今まではこうネットワークで集めて、集めたところで守るっていうやり方。集めたところで守る。うん。なんですけど、例えばこのインターネット上に、クラウド上にゲートウェイ、この守る部分を作っていく。これが、なんか壁みたいなやつ。これ、絵がなんだかよくわからない。感じこれ、わかりにくいけど、実はそういう深い絵が。そうですね。クラウド上で、こういうゲートウェイで守ってあげるようなやり方をすれば。学校からすれば、ただインターネットに繋ぐだけで、そこが守られている状態にあるそんなサービスもある。これは、まあ、事業者が提供。 しているものだから非常にこう回線も豊かですし、はい、あの安全性も担保されていると。はい、なるほど。じゃあインターネット側のいわゆるインターネット側でセキュリティをかけちゃうということですね。そうですね。はいうん。これだとその VPN やデータセンター入れるのと同じぐらいセキュリ、はい、セキュアだということですか。けど物が担保できます、ね。できる。はい、うん。なるほど。そうすると。 ボトルネックが減ってていいですよね。っていうかほぼゼロゼロに等しいんじゃないですか。これだと。ああそうですね。うん、まあもちろんこういうところの設計とかもしっかりやらなきゃいと、ね。だから事業者さんとのね、はい、契約でねどうかっていうのもありますけれども、はい、こっちの方がスムーズですよね。スムーズ皆さんまあぜひこっちをお勧めしたいということです,、ねはい、うですね。やっぱりこれの方がスピードが担保できるのとる、ね。データセンターなの、はい、だってそのいわゆる機器をね購入したりね設計したりね、はい、アップデートしたりね。はい そういうコストもかかりますから、ね。かかりますね、その通りですね。うん、それをあの教育委員会の方とかがずっとメンテナンスで見ていくのも非常に大変で。大変ですよね。多分それが小さい自治体になればなるほど、それを見れる人がいるのかっていうそういう議論になってくるので、でね、これで任せてしまうっていうのはこれはもうインターネットの事業者に任せられちゃうってことですね。はい、う,すねうん、なるほど。 これがコ,コスト的にもじゃあ全然違うってことだよねあそうですねさっきの集約していくのには実はコストがかかるのでうん、うん、そことの比較を見てこのサービスのところとのバランスを見ていけばいいのかなと思います、うん、稲田さんから見てこういう自治体や、はい、まあ学校ってどのぐらい、はい、全体のどのぐらいですか今現状はほとんどない、ね、あらなんでないんですか も、えっともと、まあ、集約をするべきだというセキュリティの要件があったので、うん、そこにやっぱり引っ張られて今まではそういうこれまで国がセキュリティの要件として、はいえー、こういうシステム構成にしなさいという、はい、さっきの VPN とかデータセンター、はい、ああいう形になっていたわけですね。はい うん、今でもこういう形でも国は推奨してるんですかあそれではあのは、うん、セキュリティポリシーのガイドラインが12月,末に12月のタイミングで改定されていて今までこう集約するべきだって書いてあったものが、うん、場合によって学校から直接接続することも、うん、あのやはりこう通信量増えるので、うん、検討していいよというのが文言としてて書かれるようになってます、うんはい、実は、ね、僕もそこの委員に役ても、はい、してるんですけどねセキュリティガイドラインを改編しましたからね。はい だからこういうい直接インターネットをつなぐ形式も OK になった、はいはい、だからこれまでの形式もあれば、はい、新しくこういう形式もできましたよという、はい、形態もできましたよということですよね。はい、でも皆さんあまりこれが伝わっていないようでしたので稲田さんがこう分かりやすいブログでお伝えになっているとそういうことですね。ね、はい、の通りです、はい、分かりすかかまましたなんかこれの逆にと問問題題点点ってありますか問題点は,は 今の既存の環境でもう例えば機器を購入してしまったってなるとその原価償却どうするんだとかそういうじは問題点とも言えないですね、それはねまあでも時間が解決する話だと思いますけどなるほど以前買っちゃったものの原価償却が残ってるとかっていう話ねそういう話は当然あるかなと思うじゃあもう明らかにこっちの方が利便性コスト面安全性良さそうですねうでいいとは思いますけどね。まあの ネットワークの専門家もおっしゃってますからね、はい、ええー、きっとこっちの方がいいと思います。うん、はい、僕も実はこっちの方を推奨しておりますね。うん、はい、わかりました。ええー、皆さん、これは。 またいいろんんな形ででで情報発信をししてくょううかそすねこのネットワークの話ですけどそれ以外の話も含めて私自身はこのノートというところの中で発表していきながら発信をしていきたいと思ってなんか検索ワードとかあるんですか、稲さん検索ワード、特にないか例えばローカルブレイクアウトの勧めって打つと私のやつ、一番最初にグーグルで出てきているなるほど。 教育情報セキュリティポリシーのガイドラインガイドラインの実は解説も私まず最初にやらせていただいたなるほどなるほどそれやるとあの文科省のページの後に私のページがお感じになってましたなるほどじゃあ文科省のガイドラインを見てさらにもう少し理解したいなと思ったらこっちぜひね見ていただけたらなと思いますはい今日は NTT コムの稲田さんにローカルブレイクアウト新しい学校や自治体のまあ学校ですね学校のインターネットの 回線構成のあり方を教えていただきました、はい、皆さんありがとうございました、はい